生と死の狭間でこそ生の実感が得られるもの。次の選手はコンジットことロエナ・バレンティーナ・ゴフィーデ・ピーナ。全ての苦しみは出番だ。それをこの手で見届けよう。今回のチャンピオンを紹介します。シーズン開幕、道はできたわ。駆け抜けましょう。私がジャンプマスターだ。この島での研究を始めるとしよう。この着地地点を推奨する。死が急速に迫ってくる瞬間が一番生を実感する。リチャージする。
ビットグレネードを投げた。アクスタを投げる。アクスタを投げる。治療中だ。トラップを設置する。ダッシュドアを設置する。ここで何かを見つけられるはずだ。新しいキルリーダーが誕生した。いいじゃん。他の虫と変わりはない。こっちにシールドセルがあるよ。だって、うちがいないときもあるの。ありがとう。シールドをリチャージ中。全然いいよ。治療中だ。被験者の 50% が消滅した。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーが誕生した。了解。私が使う。リングのカウントダウンが始動。報告、レプリケーターを輸送中です。近距離用だね。上空にレプリケーター。エリアをスキャン中。チャンピオン撃破。新しいチャンピオン誕生だって。キルログによると前のは倒されたみたいだね。あと1分、リングは近い。リングは近い。残り45秒。心地よいプレッシャーだ。敵を発見。遠い。残り30秒。あと少し。主神が眼力を与えた。もうあと10秒でリングが閉じる。もう出てるところだよ。あちらの方向に敵がいるはずだ。リング閉鎖中。エリアをスキャン中。全員がリング内にいる。これも信仰の力。ショットガンアーモを発見。輸送中。ケアパッケージ効果、神の恵みだ。
エリアをスキャン中。あちらの方向に敵がいるはずだ。追加のアイテに眼力を恵みたまえ。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。すでに次のリングの中だ。運がいい。ガストラップ設置完了。ガストラップ設置完了。敵を発見、近い。敵の位置を発見した。マップを見よ。ラウンド4、リングのカウントダウンが始動。向こうへ行こう。リングは近い。時にも恵まれている。周囲環境をマーク中。標的を確認。ああ、攻撃されている。毒センスを設置する。
のチャンピオンとなりました。